大田営業所は、群馬県大田市に所在する、朝日自動車の営業所である、乗り合いバスとタクシーを営業している。2021年現在、同社では唯一群馬県内に所在する営業所で、群馬県と埼玉県熊谷市をまたぐ、バス路線を所管している。もともとタクシー営業所として営業してきたが、1999年に、 東武鉄道直営時代の東武バス、大田出張所を引き継ぐ形で、バス営業所としても営業開始した。その際に廃線となった東武熊谷線の代替路線も引き継いでいる。なお本校では、バス営業所の前身となった東武バス、大田出張所についても記述する。現行路線は、全路線が埼玉県熊谷市目沼を経由し、熊谷駅を奇襲点とする。 群馬県所在の営業所にもかかわらず、目沼地区、熊谷駅間のみの埼玉県内で完結する路線も有している。この路線は2つの経路が存在しており、この単位で系統を分けていることが多く、熊谷駅の発車乗り場も分かれている。熊谷駅発の大田駅、西屋島、目沼青天前、バイパス目沼の各方面行きは23時以降も運行されるが、 深夜バス扱いとはならない。矢島タクシーの大田シティシャトル500が大田駅線と競合するため対抗して大田駅西小泉駅線は運賃が510円上限になっている。なお双方とも運行開始当時は運賃500円で消費税増税に伴い運賃改定した。ニュータウン入口花見月通り目沼間は東武鉄道が開発した住宅地である。 東武シティメヌマを横断する。奇襲点となるメヌマ停留所には、かつて東武シティが頭に付与され、メヌマと表記されていた。東武バス時代の奇襲点のメヌマ停留所とは場所が違うため区別が目的であった。二つ隣のニュータウン入り口停留所が東武バス時代のメヌマ停留所であり、廃止された東武熊谷線のメヌマ駅である。 2005年度の1日平均入送辞任は3569人。その他施設系統番号は終点の熊谷駅北口側に合わせて裁判されており、ケム、熊谷駅発乗り場番号連番になっている。同じく熊谷駅北口を発着する国際重要交通、熊谷営業所の路線も同じ形式の系統番号を裁判している。なお、 車両正面の行き先表示幕における、系統番号の表示は、当社は、行き先の後ろ、右側なのに対して、国際中央交通は、行き先の前、左側と異なっている。国道407号を経由する系統で、目沼発着のみ。東武鉄道直営時代の東武バスから、東武熊谷線の廃線に伴う代替バスが、引き継がれたもの。 熊谷駅の22時までの発車は5番乗り場。県道341号、大田熊谷線を経由する系統。群馬県と埼玉県をまたぐ路線は、旧道経由のみとなっている。熊谷駅の22時までの発車は6番乗り場。東武鉄道から、旭自動車への昇景後は、戦術の大田駅北口から南口への発着地変更及び、 バイパス系統の西熊谷病院前経由から大原、経由への経路変更以外に廃止された路線、区間はなく、全路線存続している。以下の路線はもともと社会実験として、期間をあらかじめ定めて運行された系統である。朝日バス、大田営業所の車両1999年に、東部バスから路線移管を受けた際には、全車が新車で導入され、日の、 レインボー RJ と日産ディーゼルスペースライナー RM の前後、扉車が導入された。近年は、越谷営業所からワンステップバスが転属したほか、ノンステップバスへの置き換えも進行している。方向幕が、幕式の車両はグループ会社などへ移籍し、行き先表示器は LED 式となっている。元は、東武バス、大田営業所であったが、 東武バスの北関東地区からの撤退に伴い、相次ぐ路線廃止により出張所に格下げされ、前橋営業所の参加となった。晩年は、前橋営業所の廃止により熊谷営業所参加となった。参考資料、東武鉄道100年史過去には、日野自動車製の車両が配属されていた。百九十九年の熊谷営業所参加への組織変更以降は、 旧型車の東谷は大営業所から、転属したい鈴自動車製車両への代替が行われ、い鈴車へ統一された。廃止時点の所管路線。群馬県内の営業所のため系統番号は存在しない。1983年以降に廃止されたもの。ありがとうございます。